めんなさい、またあなたを呼んでしまって。そう言ってもらえると助かります。なるべく手短に言いますね。この間は教会の依頼を達成してくださってありがとうございます。おかげで冒険者協会の評判もますます良くなりました。でもその影響で依頼を出す人が増えてきて、正直手が回らないというか。宣伝してほしいの？あ、違うんです。気持ちはありがたいですし、確かにもっといろんな人に教会に入ってほしいとは思っていますが、今新人を入れても間に合わない気がするんです。だからちょっと聞きたくて、あなたのご友人に任務を手伝ってもらうことってできますか？よかった、ありがとうございます。とにかく説明しますね。今ある依頼で緊急なのは探索派遣です。私たちは都市周辺や野外の状況を随時更新しています。例えば潜在的な危険とか地下遺跡の異常状況とか。他人からの依頼じゃないので時間の制限はないんですけど、長時間放置すればそれが大きな災いになる可能性もあります。確かに重要だ。彼らが協力してくださるなら後の手続きは私がしておきますので。では早速探索派遣について説明しますね。探索派遣はいつでもできます。仲間は派遣されても一緒に冒険できます。探索に必要な時間はそれぞれ異なります。探索が完了した後はこちらで成果を確認してください。冒険ランクが上がると探索できる場所も増えますよ。つまり能力が高いほど背負う責任も大きいってことか。もちろん、これも皆さんの安全のためです。協力してくださってありがとうございます。これからもどんどん探索派遣してくださいね。